久保さんまあ確かにまあお客さん対応してると日本人って弱ってるなっていうね僕も日本人ですけどやっぱこれはねビジネスを僕がやってきたんで鍛えられたなっていうのがありますまあスポーツやってきたからっていうのとビジネスは僕ちょっと違う部分があると思うんですねそれはスポーツやってきたからそしてビジネスやってきたから2つやってきたからわかることがあってビジネスとスポーツって似てるようで似てないんですよ実は うんちょっとねやっぱね違うかなと思いますねうん本質的なところは一緒の部分共通ポイントはあるんだけどもでも違ったりするんですよね、まあ、僕はね、まああのー、よくその吉田さん、まあ、精神力が強いからとかス,ス,スポーツ立ちやってたからでしょうとか,なんか言われるんですけどじゃあその僕より、ね、練習頑張ってた人がねせあの僕みたいな生活しているのか えもしくはそのちゃんと就職をしてね、ちゃんとは真面目に働いてるのか。まあそうじゃないですね、全員が。ね、ぐれちゃって。まあ今まで真面目にやってきた、卓球はやってきたけども、えー、社会人に出て、もう全然ダメっていう人もいますからね。だからか関係ないんですよね。あんまり。関係あるようで関係ない。もし関係が全てイコールであるならば、スポーツ頑張ってきた人は全員社会人になっても頑張れる結果を出せるって話で、全員じゃないので。 それが全員だったらね、スポーツめっちゃ努力してきた人もは、全員ビジネスでも成功できる。社長になれるみたいな話ですけど、まあ、そうじゃないので <laughs>、うん。まあ今回はね、利にしましょうか。金利の利とかね、利益の利ですね。久保さん、あの、今僕 PayPay ペペ運用、ポイント運用してるんですけど、金利、はい、こちら1.5%かね。 はいておますあのねこれねあのー、お金が少ないと少ないんですよねあちょっとぼやけちゃいましたねちょっとフォーカスがまあいいやこれでちょっと合わないですねまあいいやぼやけです ぼやけてるな <laughs>。まあ、あの、お金がないと、あの、金利ビジネスに関しても、もらえる額が少ないんですよね。これ、あの、ポイント100円で運用してても、大した金にならないんですけど、まあ、今、6万、6万ぐらい入れてるのかな。そうすると、まあ、1000、あの、1000円ぐらいいってるんですけど、両方で。うん。なんからね、運用額が多いと、もらえる額も大きいんですよね。ありがたいですね。やってること,と一緒なんだけど。 まあ、うーんん久保さんが言ってたけども、昔は利子を払う側だったけど、今は利,利,利子をもらう側、利,あの利回りもらう側になったみたいなね。だからまあ、そうならないといけないですよね。そうならないと多分きついですよ。うんまあ、僕はまだその PayPay ペペしかやってないんですけども、PayPay、まあ、ペペでも十分かなと思いますね、正直。もう PayPay のポイント運用を極めようかなと。なぜならば、使えるお店が多いので、ぶっちゃけもう、 はっきり言って、リアル店舗もね、もうペ a ペ相当導入してるし、コンビニもペ a ペ p 利用してるので、このペ a ペ p 運用を極めるだけで、これで飯食えますからね。いや、マジで。ペ a ペ p 運用を極めたら、もうこれだけで飯食えるんで。で、極めるって言っても、うーん、今しかも3つあるしね。なこの3つもあるから、これをね、ちゃんと見て、で、あと運用額増やしていくだけ。あと、どこのタイミングで、 入れるのかどこのタイミングで引き出すのかっていうのしっかりこれ見極めてやっていけばこれだけで飯食えんじゃないかなと思いますね最近それをちょっと思いますねだってこれあの50万とか60万70万80万で運用してたらまあまあ取れるんで食費ぐらいはね3万ぐらいはと抜ける普通に抜けるんじゃないかなと思いますけどね <laughs> うんだからちょっとペイペイ運用を極めようかなとで食事代これでペイペイでかますっていう いっしゃい